サプリメントや医薬品で緑色をしたものにクマザサエキスやクロレラスピルリナドナリエラ大麦若葉カバなどがありますが何の目的か分かって商品を選んでいるでしょうか同じ緑の色のものでも作り方が違えば摂取する目的が違います緑の色をしているものを取る目的には血液をきれいにすることや 新しい血液を作ることがありますので使用目的が血液の時は緑の色が濃いクマササエキスを選びますクマササエキスを作る時は高温で処理するので植物の酵素が壊れますこんな時は低温処理した大麦若葉を使います緑のものには酵母を増やし壁を抑える作用があるので。 特化したものでであるクロレラがいいです海水で育つドナリエラは子宮や卵巣に溜まった毒素を取り体に冷えがある時はスペルリナを使います総括すると貧血や臓血が必要な時はクマザサエキス小宝やダイエットなど代謝を上げたい時は大麦若葉、ワカバおなかが弱く腸の発酵が弱い時はクロレラエキスを使います 冷えなどのトラブルがないときは、体の水分の質を良くするスピルリナを使います。厳密に言えば、同じ緑のものでも、こうした使い分けが必要です。目的をしっかりとして飲むと、より効果が期待できます。